カナダ東部モントリオールの空港で旅客機の近くで給水車が炎上し危うく大惨事となるところでした地元メディアによりますとモントリオール国際空港で9日午後到着したエアカナダの旅客機に整備のために近づいた給水車から突然火が出て燃え上がりました火の手はたちまち旅客機に迫り黒い煙が機体を包みます 化学消防車が現場に駆けつけ、放水しながら機体に近づくと、火は数分で消し止められ、けが人はなかったということです。別の旅客機の乗客が撮影した映像には、炎上した給水車と、すすで黒くなった機体後部、それに全開になったドアが映っていました。この旅客機は、スイス・ジュネーブから到着し、乗客は、 乗員の案内で無事に飛行機を降りられたということです。